山和二見駅は奈良県五条市二見三丁目にある西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。和歌山線においてはこの駅から和歌山寄りの各駅を和歌山支社が管轄する。隣の五条駅の構内からは近畿東括本部の管轄に変わる。あとに JR 和歌山線となる路線のうち高田駅から九頭駅を経て五条駅への路線は私鉄の南和鉄道が建設。 開業した。南和鉄道は、吉野川の水運と連絡の便を図るべく、二見駅までの路線を建設し、くずから五条間と同じ線八百九十六年十月二十五日に開業した。五条二見間は一マイル七十一チェーンで、この区間は貨物線であった。その後、五条和歌山間を建設した私鉄の木和鉄道では、この五条二見間の貨物線を一部利用して、 工事を進めることになり、1898年4月11日に五条、橋本館を開業した際に、五条起点78、チェーン70リンク地点に、際鉄道起点を設置して、路線を分岐させた。この時点では、際鉄道起点は単なる分岐点であり、駅は設置されていなかった。しかし1899年に、9月18日、開業、10月1日廃止で、 ふた臨時停車場を五条起点1マイル後チェーン地点に開設した記録がある。後に、ふた駅が開設された時のマイルほどは五条起点7九チェーンであり、臨時停車場はふた駅から六チェーン、和歌山型にあったことになる。木和鉄道が南和鉄道線を一部利用するのは、当初は全線を建設するまでの暫定的なものとされていたが、その後の交渉によりこの形態は、 高級的なものとすることになり、1901年7月1日付の契約で、五条から西の旅客列車は、木和鉄道が、五条から太見に向かう、貨物列車は南和鉄道が、それぞれ営業することで合意された。同年10月9日、定心大臣の認可を得て、木和鉄道の起点が正式に分岐点に移転された。この合意の中で、分岐点に新たに駅を開設してこの駅を、 キワ鉄道側が管理することが定められ、1902年6月3日付で分岐点にあたる五条規定79チェーン地点に二見駅が開設され、同日従来の二見駅は川端駅に改称された。キワ鉄道は、その後、関西鉄道へ売却することになり、1904年5月17日に営業を全面的に関西鉄道へ委託し、8月27日に正式に、 売却された。これにより、当駅は関西鉄道の所属駅となった。また、南和鉄道も関西鉄道へ売却する方向となり、まず1904年10月1日から、関西鉄道が南和鉄道の営業委託を受けて管理することになり、同年12月9日に正式に譲渡となった。二見駅はこれにより、関西鉄道の路線同士の分岐駅となった。 その関西鉄道が1907年10月1日に国有化されたことで二見駅は関節鉄道の駅となった。1919年4月15日に駅名を大和二見駅に改称した。開業以来貨物も取り扱う一般駅であったが、1971年4月26日に貨物営業は廃止となり旅客駅となった。また駅で分岐して川端へ至る 貨物線は1982年10月1日に廃止となった。墨田駅側の踏切から見た駅構内橋本方面に向かって、左側に単式ホーム一面一線が配置された地上駅で若干ホームがカーブしている。関西鉄道時代の駅配線図では単式ホームの向かいに島式ホームが設置された二面三線の駅であり、さらに 島式ホームより外側に一線の側線とそれに面したホームが設けられていた。また、当駅より五条川で川端へ至る貨物線が分岐して駅舎より南側を通過して川端へ向かっていた。昭和40年代後半に発行された書籍に掲載の配線図では島式ホーム外側の側線はなくなっているが、島式ホームの外側の線に面して、 ホームが設置され貨物上屋とクレーンが設置された構造となっていた。また、川端へ向かう貨物船にはタブレットの受け渡し用の小さなホームが設けられていた。現在は、島式ホーム側の線路は撤去されている。向かいのホームはまだ撤去されずに残っているが金網で塞がれており、入ることはできないようになっている。場内、出発信号機も残存しているが横に向けられており。 運転取扱場は停留所相当となっている。橋本駅管理の無人駅である。古くからのつまめに出入り口のある木造駅舎は2019年に簡易なものへ建て替えられた。和歌山県統計年間によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。当駅は五条の市街の西方の街並みが途切れるギリギリのところに位置し、付近には人家もそこそこにある。 改札口を出て、左手に行くとすぐに、国道24号線にぶつかる。近隣に、商店街はないが、国道24号線沿いに、スーパーや、商店などが点在する。五条市、コミュニティバス平日1往復のみの運行となっている。五条市デマンド型コミュニティバス平日3往復の運行となっている。西日本旅客鉄道 T 和歌山線快速、普通五条駅山と二見駅。 隅田駅日本国有鉄道和歌山線かもつし線、大和二見駅、川端駅、ありがとうございます。